ダーバンは南アフリカ共和国クワズールナタール州エテクウイニ都市圏にある地区2000年までは単独の市であったブルーム本店から8 3 0トルヨハネスブルクから7 9 5トルのところにあるヨハネスブルグやケープタウンとともに南アフリカを代表する大都市の一つヨハネスブルグに次ぐ人口の都市であり重要な外交である 2010年の都市的地域の人口では322万人であり、同国ではヨハネスブルグに次ぐ第2位である。ズールー族が多く、英語よりもズールー語が話されている。また、インド系移民の人口が極めて多く、約80万人ほどいると言われている。古くから高級リゾート地としても知られており、海沿いには大型のリゾートホテルが立ち並ぶ。 このためスポーツ施設やインフラが整っており、毎年のようにラグビーや水泳などスポーツの世界選手権や国連の各機関が開催する国際会議の開催地として選ばれている。2010年には FIFA ワールドカップの会場の一つになった。なお、他の南アフリカの都市同様、治安の急速な悪化は問題となっている。近年では、 浜辺で散策中の観光客が襲撃されるなど、リゾート地として致命的な事件も発生しており、観光地として大きな課題を抱えている。主要地区大規模な港湾を持つ港湾都市であり、ヨハネスブルクをはじめとする内陸部の外交となっていて、南アフリカの主産業である各種資源の輸出が最大の産業となっている。このほか、機械工業や化学工業が盛んで、 自動車の製造が国内主位トヨタ自動車の工場があり、地域経済に大きな貢献をしている。空港高速道路高速道路港湾海岸。ありがとうございます。